こんにちは。今回はね、クリスト・マーチソンの言葉でございます。それはですね、お金っていうのはばらまけば肥料のように役に立つ。でも、お金っていうのは一箇所に積んでおくとひどい匂いがするっていうんですよ。これなかなか面白いなと私思うんですけどね。あ、ちなみにあの、湯柄の合宿ね、食事はまあ普通でした。美味しかったです。でも、なんていうのかな、億万長者合宿の最後のランチで食べたカレーっていうのは出た瞬間から野菜がこうね、 食欲をそそると言いますか特別感があってあ合宿来て本当得したなって思わせるようなメニューだったんじゃないかなと思いますとっても美味しかったですよね言ってみればあのカレーが食べたくって <laughs> 億万長者合宿をのネクストを企画したようなもんだったですからねまああんなカレーにはなかなか出会えないのかもしれませんまあなんかそういう喜びありますよね私たちがこういろんなところで食事をしてまあ吉田さんとこね日本中を旅していろんなところでいろんなもの食べるじゃないですか思い出になる 一食ばかりですよね、うん本当に食文化ってのは日本ありがたいですよねはいそれでですね名言の話に戻りますけどもまさにお金ってばらまいて隅々まで行き渡らせると肥料のように育っていくわけなんですよでもやっぱり一箇所に積んでおくと腐っていくつまり権力が腐りつつあったりとかうんまあしがらみがねもうお金を積み上げた人そのものをなんか潰していくみたいなところがあると思うんですよ だからといって無駄遣いをしろってわけじゃないんですけども、うんまあ、小さなお金はねいろんなところにまいておいた方がいいかなって気はしますねあちこちに使っておくとかあちこちに、えーまあ、投資しておくとか分散しておくって感じですか、まあ、そうするとお金がどう育つかってのことが見えてくるのかなと思いますであの小林何、えー、ですか一茶さん <laughs>、うん、あのお金がないからできないっていうやつはお金を与えても何もできないだろうってうのはまあ一理あるんですけど私はね こううも思うんですよ本当にお金さえあればなんとかできる人っていうのがいると思うんですよ。だから種銭って言葉がありますけども種銭がなければできないものって世の中にはあるんですよね。でもまあビジネス全体を捉えっていった時にはあの与えられた条件で最大限の効果を出すために最大限努力することだと思うんですよ。ですんで。例えばアクセスが低いブログの アクセスが3とか5ですよって言ってビジネスを上げる面じゃなくて3でも5でもビジネスのチャンスがそこにあるっていうことにフォーカスしてですねその3人の方5人の方はどうしていつもブログにアクセスしてくれてるのかなってことを考えて自分の書いたブログのどこがこの人の胸を打ったのかなっていうふうにそういうふうに攻めていくと売れる商品って同じと見えてくるのかなと思いますし YouTube だってね再生数が2とか3とかでも多分売れると思うんですよなんとかすればね いやでですよで売れなかったにしてもじゃあ手を抜いていいのか諦めていいのかってことになるじゃないですかそれこそ低いアクセスの時に頑張れないやつが大きなアクセス取っても何をやるんだってことですよね一定の確率で売れることだけを期待するたまたまビジネスをするんだったらそれでもいいんですけども果たしてたまたまビジネスをする人に高いアクセスが集まってくるかなと思うんですよで高いアクセスが元々取れるような広告に投資したりとかすると、うん、キャッチコピーで勘違いした人も紛れ込んでくる可能性が強くなってきて フォローアップが今度大変になってくるとか返金要求が出てくるとかね、なんか余計ややこしいと思うんですよ。だったら少ないアクセスでも自分のことを真についてくれてる人とか信頼してくれてるたった一人の人に商品を売った方がいいかなと思うんですよ。それがだから人間関係を濃くするってことですかね。アクセスが低い位ちは濃く。アクセスが高まってくると濃くはできないんで限界があるんで薄くなってしまうと。だからそこに私たちの付け入れつきがあるのかなと。 やっぱりユーチューバーとして有名なビジネスをされている方とか情報発信してる方ってねチャンネル登録10万人なんてざらにいるわけですよ100万人なんても結構、ね、珍しくないわけですよそうなった時になんで私たちがそういったアクセスにおいては上級者の人間がいるのにそれをなぎ倒して同等の収入や利益を上げていけるのかそれはだからやっぱり濃い濃い濃いエッセン,センスを送り続けてるからじゃないかなと思うんですよで、えー、お金が なければ何もできないっていう人はお金があっても何もできないっていうのはね。うん、だから今私が言ったように、なくてもやらなくてはいけないでしょっていうことでもあるんですけども、実際にお金がないとなかなか勇気が出なかったりね。えー、チャンスは少ないですね。お金がなければ。投資事なんて種銭が絶対ありますからね。で、ビジネスも、あの、コンテンツビジネスですか。最近のインターネットを使ったビジネスなら元手がほとんどいらないんですけども、でも、 お金がないから何もできないっていうのはまあ、今までねそういうふうな無料でサービスを使うことができなかった時代インターネットのない時代には真っ当なまとをいていたと思うんですよで時代が変わってテクノロジーが来たことによって私たちはただ同然でビジネスができるようになっただから初めてねやっとですよ小林一茶さんが言ってた頃には実際は 一部の本当にごく一部の根性論でしかなくて何もできないところから生み出すってのは本当に珍しかったんですけど今は何もないところから生み出すことができてね例えばみんなの銀行なんて本当に何もないところから30万作り出す方法じゃないですかこれすごいと思いますよ私は30万いってしまいましたけども次の一手を考えてますよみんなの銀行を使ってさらに稼ぐ方法それはまたこのうちそのうちお伝えしますじゃあいってらっしゃい